スミエ製作所、フライングフェザー。フライングフェザーは、日本の車体メーカーである、スミエ製作所、スミノエ製作所。現、スミエ工業が1950年代中期に少数を、製造、販売した、軽自動車である。合理性を求め、徹底的に無駄を省いた、簡易設計の軽乗用車として設計されたが、設計やデザインが、自流に即さず、 メーカー側の企業体力の乏しさもあって少量生産に終わった。社名は軽量化を目指したコンセプトから羽のように軽いことを木として命名されたもので、社名にメーカー名を関さず単にフライングフェザーと呼ばれることが多い。メーカー側のカタログや資料などでは回、回と略した表記もされた。スラッシュは最初から入った表記で、 前輪駆動を意味する略語の FF と区別するためではない。墨み製作所は大手織物メーカーの墨み織物が太平洋戦争中に設立した子会社である。後に墨み木工が設立の上同社より独立し、現在の墨み工業になった。なお墨み織物との資本関係は独立の際に立たれており、墨み工業は現在は親会社が存在しない。 第二次世界大戦終了以降は、日産自動車の小型車、ダットさんのボディ製造を手掛けていた。この会社が自ら自動車開発に進出した同期には、日産自動車出身の専務、富谷隆一が関わっている。富谷は、戦後の早い時期から、超小型大衆車の構想を抱いており、その着想は、軽自動車規格が制定される、以前の1948年にまで遡るという、 彼はヨーロッパの超小型車などの影響も受け、ダットさんよりもさらに小型の日本の国情に合致した超小型車の開発を企画した。開発は富谷と志村みを中心としたチームによって1950年から開始されていた。開発期間中には軽自動車規格が制定され、さらに四輪自動車に適した方向へと企画改定が進んだことから、 これに沿ったクラスでの開発がなされた。富谷は、性能向上のために軽量化を重視し、フライングフェザーの愛称も、このコンセプトに沿って命名された。1951年以降、試作者が年1台のペースで製作され、試行錯誤による改良を経て1954年に発表、1955年3月に販売が開始された。 発売当時の価格は30万円だったが、すぐ38万円に値上げされた。四輪独立喧嘩や、無駄を省いて簡素化された構造に対しては、自動車専門家の間から評価する声もあったが、前輪ブレーキがないなどの行き過ぎた簡易化や、あまりにも簡素すぎる装備、デザインなどは、商品性にかけ、市場から受け入れられるには至らなかった。またメーカー側にも、 経営面で余裕がなく、1956年には、生産中止となった。市販型の生産台数は、わずか48台にとどまったという。富谷は後に、日本初の FRP 製、モノコックボディを備えた斬新なキャビンスクーター、富士自動車、富士キャビン、1957年の開発も、手がけているが、これも、また技術的、商業的に失敗作に追わ、 並列に座、掘付け、シャーシとボディを別体としたリアエンジンリアドライブ方式の超小型車である。シャーシは古い時代の自動車らしくはしご形フレームを用いている。ただし構造は極力簡略化され、この字型断面の薄い鋼材を用いて最小限の部材で構成した。サスペンションはそれなりに進歩的であった。 前後輪とも横置きリーフスプリングを用いた独立喧嘩とし操縦性や乗り心地に配慮していたのである。フロントは3枚重ね1段、リアは3枚重ね2段としている。一方、ブレーキは5 2輪だけに効く機械式ドラムブレーキという1920年代以前の自動車並みの品操作であった。軽量車なのでこれでも制動は可能という考え方であったようだが、 小型自動車でも四輪油圧ブレーキが常識化しつつ、あった当時、時代遅れなのは否定できなかった。タイヤは、シトロエン 2CV 同様に、細く直径の大きなタイヤを使うことで転がり、抵抗低減と、バネ下重量軽減を狙った。しかし、日本では、シトロエンのように四輪車用の良質な軽量タイヤ、たとえシトロエン 2CV には、 ミシュラン製のラジアルタイヤがその初期から供給されたを得ることは叶わず、試作時にはリアカー用のタイヤが使われ、量産型ではオートバイ流用のワイヤースポークリに、やはりオートバイ用の19インチタイヤが用いられた。ステアリングシステムはボールジョイント式である。エンジンは半球形燃焼室を持つ空冷4ストローク90度、V 型に気筒オフ 350cc。 圧縮比6.0で、当時の三国商工が、ライセンス生産し、オートバイやオート三輪用に多用された英国、アマルタイプキャブレターを装備、最高出力12.5フツ馬力、四 4500rpm、最大トルク 2.2kgm、2500rpm であった。墨絵自射製エンジンであるが、ピストンなどのパーツには、4気筒でほぼ2倍の排気量があった。 ダット3エンジンのパーツを流用した4気筒2気筒に減らし、シリンダーのストロークを若干変えれば、軽自動車規格の排気量が得られたのである。また3段マニュアル式変速機のギアなどにも、ダット3のパーツが利用され、ファイナルギアには、ウォームギアを用いていた。このような大手メーカー製品の部品流用や、バイク、リアカーなどの汎用部品利用による、 コストダウンは当時多数存在した中小零細メーカー製のオートバイやオート三輪にはよく見られたことある。これは全時代的な生産体制の裏返しでもあった。なお、電装系のホッキ類の多くには同時期の日産車同様に日立製作所製部品を用いている。当時一般的だった6ボルト電装仕様であった。 薄鋼板を用いてて叩きのハンドメイドで製作されたニザのホロツケオープンボディである。独立したシャーシを備え、強度をボディに依存しない構造であったことから、ボディ製作自体は軽量化と簡素化のみを基としたハンドメイドで済まされた。装飾を徹底的に省略した外観は、極めて合理主義的だったが、ヨーロッパで1920年代に多く作られた簡易小型車。 サイクルカーの類と大差ないレベルだったことも否めない。製造は多分に現物合わせ的な傾向が強く、大量生産された自動車と違って、個々の完成車には細部の使用違いが多数存在している。試作車は外付けヘッドライトやサイクルフェンダーなどが用いられていたが、量産型はヘッドライトを埋め込み、フェンダーをボンネットと一体とする形態に変更された。 一般的な自動車では、ラジエーターグリルとなる部分は単なる蓋となり、スペアタイヤ等の収納スペースへのアクセスに用いられる。ホロの固定は、全部は、秒止めで、巻き取りして、タルガトップ、ティーバールーフ状態とすることも可能であった。ワイパーは最低限の1本式で、フロント窓ガラスの、両、枠、A ピラーには、当時まだ広く用いられていた腕着式ウインカーを装備。 サイドウィンドウはレギュレーターによる一般的な昇降式ではなく、下部が外側に開く簡易な構造であった。ブレーキランプは1950年代初頭までのダットさん同様ナンバー等を兼ねた中央移動式のシンプルな仕様である。内装もまた極めて簡素であった。シートはシトロエンに c v を参考にしたパイプ構造のシートである。親会社が織物メーカーであるためか、 記事はタータンチェックの西人折りであった。ヒーターやラジオなどの特別な装備は一切備えられなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。